今週も奥の順チャンネルの時間がやってまいりました。よろしくお願いします。史跡に出た本を紐解きながら歴史の捉え方をお伝えするシリーズということでですね、はい、何回も何回も繰り返してすいません。もう本当にウクライナ戦争がね、ロシアによるウクライナ侵略が2年半以上経っても収まりがつきませんけれども、まあその最中にもですね、情報戦が戦われている。そしてその背景にやはり過去の歴史とか過去の経緯をどう捉えるかという歴史戦も戦われている。これ日本も無縁じゃないわけですね。そんな中でまあそれに関連する本が、まあ、結構この2年間も出てきましたけど、本来今回はですね、こちらを取り上げたいと思います。はい、原武さんの象徴天皇の実像、昭和天皇拝謁記を読むということで、なかなかこのシリーズでね、岩波新書を取り上げることはないんですけど、やっぱり学術書っていうのは、いろんな内容的に思うところがあっても、やっぱりこう先行研究として踏まえなきゃいけないということはありますし、今回はこれを取り上げたいと思います。今年の10月に出たばっかりですね。著者のプロフィールを巻末から拾っておきましょう。原武、1962年東京に生まれる。早稲田大学政治経済学部卒業後、日本経済新聞社に入社。東京社会部記者として昭和天皇の最晩年を取材。東京大学大学院博士課程中退。東京大学社会科学研究所助手、山梨学院大学助教授、明治学院大学教授、放送大学教授を経て、現在明治学院大学名誉教授、放送大学客員教授ということで、専攻は日本政治思想史。著書に昭和天皇、昭和天皇実録を読む、平成の終焉、大正天皇、皇后皇ということでですね、はい。この昭和天皇、という本、書籍で司馬太郎賞を受賞しているほか、その前に書かれた大正天皇もかなり話題になったわけですね。つまり大正天皇っていうのはどうしてもね、戦後の日本人、特に保守系の日本人にとって明治天皇、昭和天皇っていうやっぱりクローズアップされがちな天皇に挟まれた、まあ、影の薄い存在みたいなね、まあ、これ大変失礼な言い方なんですけども、そういうふうな天皇の扱いだったのを、まあ、行政とかを通して実を浮かび上がらせた老作と評価されているわけです。ただもちろんね、この原武さんはどっちかといえば思想はリベラルですよ。ただそうなんですが、しかし資料をこういろんなところで紹介してくれるという意味では、こちらもいろいろ学ばせていただいているわけですね。はい。で、この本の、まあ、アマゾンの紹介、こういうふうになってますね。昭和天皇と側近たちの詳細なやり取りを記録した昭和天皇拝謁記。貴重な資料からは政局や社会情勢、戦争について饒舌に語る昭和天皇の等身大の姿が浮かび上がる。歴史上初めて象徴天皇となった人物の言動とは一体どのようなものだったのか。私たちにとって象徴とは何なのか。第一人者による天皇論。ということで、まあ、これ、意味軸もですね、歴史上初めて象徴天皇となった人物と書いてあります。人物、まあ言うなれば人間、昭和天皇、ね、人間としてのなんか人格を持った、人間的感情を持った存在としてこう描こうとしたという側面がありますね。はい。で、このじゃあそもそもこの本の、まあ、こうメインのテーマというかね、対象となっている昭和天皇拝謁記というのは何かというと、まあ、これはこの本の初めにも書いてあります。で、こう書いてますね。本書は象徴天皇となった戦後の昭和天皇立像を2021年から23年にかけて岩波書店から刊行された昭和天皇拝謁記、初代宮内庁長官田島道治の記録、を通して明らかにしようとするものです。そもそも拝謁記とは何でしょうか。はい、この田島道治という人が、はい、一言で言えば戦後に2代、宮内府長官、次いで初代宮内庁長官を務めた田島道治が主に宮内庁長官時代に昭和天皇とのやり取りをまとめた、協議の拝謁記、田島の、宮内府長官就任から宮内庁長官退任までの日記、田島の退任後の日記や田島宛ての書簡などの関連資料を合わせた総称。この方がやっぱり昭和天皇についていろんなことを書き残しているわけですね。あるいはその関連の資料、それをまとめたものだということなんですが、ただ一つね、注意が必要で、実はこれ私も田島道治という人物は学位論文を書くために大学院の頃から実は注目してた人物なんです。修士論文の私の、ね、テーマである昭和、研究会にも、関係してた人物なんですが、この方は、はい、昭和天皇退位論の方だったわけですね。もう本当にこう戦争に負けて大変な状況になっている、対外的にも大変だし、国民にもどう
こう説明しようかと示しがつかないんじゃないかということで、昭和天皇の退位の可能性も考えなきゃいけないみたいなことを言ってた方で、まあこの田島道治をまあいろいろやりくりして天皇を救った宮内庁長官という評価がある一方で、昭和天皇を退位させようともしたと、ともすればね、場合によっては昭和天皇を退位させようともした人物ということで、ちょっと要注意人物みたいな扱いも受けてるわけです。はい、まあこの本で、この昭和天皇拝謁記、田島道治の記録を紹介しているわけなんですが、まあそれ自体の細かい内容はこの本を読んでもらうとしても、そういう議論を通してやはり、まあ、この今回どういうことを皆さんにお考えいただきたいかというと、歴史学者そして戦後の日本人が望んだ昭和天皇の実像ですね。でそれと、はい、もう一つはこの本でも述べられているんですが、知られざる昭和天皇の大御心、昭和天皇が実はどういうお考えを持ってたか、まあ、この本ではイデオロギーって書いてあるんですけれども、まあ、そうどういう思想思考をお持ちだったかということですね。それは実は結構この本でこれまでにない、まあ、保守の人もあまり言ってこなかった新しい視点が実は書いてあるので、それも紹介しながら最後に私なりの考えを述べてみたいと思うわけですけれども。